はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛を治していくためのヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、今日なんですけども、今日はですね、患者様のお声をいただけるってことで今回動画をお撮りしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、鍋さんっていうニックネームでちょっとお呼びして、お話をですね、インタビューしていければなというふうに思いますので、まあ、興味がある方は最後まで見ていただければと思います。はい、そしたらまず簡単にですけど、はい、まあ、お名前というかニックネームでどんなお仕事をしているか、そして趣味などがあればお願いします。まあ、ニックネームなんですけど、はい、なべやんと申します。はい、なべさんじゃなくていいですか。はい、なべやんでいいですか。なべやんでいいですね。大丈夫です。はいはいはい、なべやんですね。はい、そして、そうですね、仕事の方は主に、うん、まあ、時間としてはデスクワークがちょっと長いかなっていう感じで仕事をしてます。はいはい、デスクワーク、はい、はい、で、まあ、趣味なんですけど、うん、まあ、昔からちょっとドラムの方を、ドラムの方を、はい、はい、で、このドラムですね。そうですね、はいはいはい、で、まあ、仕事もドラムもそうなんですけど、はい、ちょっとなんかやっぱり座って仕事をするっていうことが、うん、まあ、多くてですね、はい、それでちょっと、まあ、慢性的に腰痛が治らないよっていう状況が続いてて、はい、まあ、ふっかさんに、ああ、いらっしゃったってことですね。はい、はい、OK です。そしたらですね、まずうちに来ていただく前っていうのは、はい、どういうご症状でお悩みだったでしょうか。ですね、まあ、今2020年なんですけど、はい、まあ、2019年の、まあ、9月ぐらいに、うん、まあ、ちょっと腰をひどく痛めちゃって、まあ、それからなんかいつもだったら、まあ、そこら辺の整体行って、まあ、骨盤をちょっと矯正してもらうとか、はい、まあ、ちょっとなんか足の長さが違うねとか言われて、うん、まあ、ちょっとやってもらって、はい、まあ、痛みは収まって、はい、治るっていうような感じだったんですけど、はい、まあ、今回それでも全然治らなくて、はい、まあ、その3、4ヶ月後ぐらいですかね、はいはい、整形外科の方に、整形外科の方に、はいはい、まあ、行ったんですよね、はい、まあ、そしたら、まあ、病院の方で、はい、まあ、ヘルニアが、椎間板ヘルニアが出ている。椎間板ヘルニアですね。はい。はい、で、まあ、診断してもらって、うん、まあ、それで、まあ、足の方もなんか徐々にしびれが出てきて、はいはいはい、まあ、座ってなんかパソコン作業やってる時でもなんか右の後ろがきついな。で、なんかドラムやってても、はい、ちょっと右足を、まあ、両足使うんですけど、はい、右足になんか違和感があるなみたいな感じで。はい、で、お悩みそうですね。で、それに対して最初はどんなことしてたんですか、そのヘルニアっていうのが分かってからは。はですね、まあ、腰痛改善の、うん、まあ、整体院とか整骨院さんに、はい、まあ、何件か通って、まあ、うん、電気流してもらったり、電気流したりとかあります。あとは、まあ、ちょっと筋肉の硬いところを、はい、ほぐしてもらったりとか、うんうんうん、あと松尾先生 YouTube、 あ、はい、そうですね、いっぱい上げてるじゃないですか、はいはい、そういうのを見て、じゃあその YouTube でストレッチやったりとか、まあ、他の整骨院さんとかの、まあ、トリガーポイント硬いところをこうやったりとか、それをするとまずどうだったんですか。やっぱり効果は最初あったんですよね、うん、はいはいはい、やっぱその、まあ、多少のしびれだったりとか、うん、まあ、筋肉で硬くなってるところとかが、はい、まあ、治ったのかはちょっと分かんないんですけど、はい、まあ、一時的に、あ、楽になったって思ってたんですけど、うん、はい、やっぱり長時間、うん、まあ、ドラムにしろデスクワークにしろ作業するじゃないですか、はい、うんうん、そしたら、まあ、やっぱり途中から痛みが出てくるんですよね。で、またしばらくしたらまた痛くなるよ、はい、で、また直してもらいに行くじゃないですか、うんうんうん、で、あ、またここが悪いですねって直してもらうじゃないですか、はい、うんうん、で、また治ったかなって言って、はいはいはい、ちょっとはいいんですよ、うんうん、でも、で、しばらくしてまた痛みがぶり返してくるじゃないですか、はい、なるほどなるほど、まあ、もうね、これを見てる皆さんもあると思うんですけど、まあ、施術を受けた後、あるいはストレッチをした後は、あ、楽になりましたってなるんですけど、またね、同じ動作をやってるとまた症状が出てくるってあるじゃないですか、はい、まあ、そういう状態だったってことですね、はいはい、で、その中で、次の質問なんですけど、まあ、いっぱい治療院ってあるじゃないですか、整骨院、整体とか病院とかいっぱいある中で、なんで今回こう、うちに来てみようかなと思ったんですか。そうですね、はい、まあ、調べて、まあ、たどり着いたっていうのが結果なんですけど、ホームページで調べて、あ、そうですね、そうなんですね、あと YouTube でちょっと拝見したっていうのもあるんですけど、はい、うんうんうん、まあ、そこで、まあ、最初とりあえず行ってみようって思ってたので、まずは行こうって思って、ね、はい、で、電話させてもらったと思うんですよね、はい、で、もうその電話の段階で結構症状で、はい、まあ、なんで悩んでるんですかとか、まあ、ヘルニア
ですよね、はい、でどういう症状ですかとか結構親切に聞いてくれたのが僕の中で、はい、まあ、他のとこにも電話して当然行くんですけど、はいはいはい、まあ、最初の印象が良くてまず行ってみようと思ったのがきっかけです、ね、なるほど、照れますねありがとうございます。で、まあ、実際に初めて来て、まあ、うちの施術だったりカウンセリングだったり問診ですね、一番最初の段階なんですけど、それって受けてみてまずどんな感じでしたか？あ、そうですね、まず初診が2時間じゃないですか、うん、2時間ぐらいですね、はい、すごい長いな、長いんですよ最初は思ったんですよ、すごい2時間長いなと思って。どんなことしましたっけ、その2時間。でもその2時間の中でですね、はい、あの、まあ、例えばここ椅子があると思うんですけど、うんうん、まあ、椅子に座って、まあ、はい、パソコンの普段の姿勢どんな感じですか、ちょっとこんななってますよね、はい、ちょっと高さこんくらいですよねとか、うんうん、まあ、首はどうですかとか、はい、まあ、その他にも趣味のこととかもドラムはちょっとよくわかんないけどじゃあドラムの動きはどういう動きをするのとか言って、はい、あ、じゃあ僕はこういう動きをしますよとか、こういう動きをしますよとか、はい、でそういうのをいろいろ僕が情報を与えて、うん、それからいろいろデータを取って、はいはい、真剣になんかやってくれてたっていうのがあって、はい、まあ、それで、まあ、最初施術してもらって、はい、で、まあ、それでいろんな悪いところがちょいちょい分かっていって、うんうん、はい、まあ、すごい、まあ、1回目の後にすごいいい傾向に行ったんですよね。それで通おうって思いました。なるほどですね、はい、まあ、皆さんもですね、あの、初めて行ったところでいきなりベッドにこう、ね、寝てもらって治療するっていう経験あると思うんですけど、まあ、もうね、しつこく動画でも言ってるんですが、本当治療って何でもいいんですよ、はい、ただどこをね、やっていかないといけないのかを見極めてない状態でそれを治療しちゃうのはやっぱりナンセンスなので、まあ、僕は2時間ぐらいちょっと長いんですけど問診をしてるってところがあります。はい、ありがとうございます。で、まあ、実際、今約ちょっと週に2回、あ、1回だったりとか2週間に1回ちょっと空いてますけど、だいたい3ヶ月ぐらいですよね、の中で来てもらって、うちと他ってどこがなんかこう違うなっていう感じがありますか？そうですね、うん、なんかストレッチとかを毎回教えてもらってると思うんですけど、はいはい、その種類が豊富それ悪く言うと多すぎるんだよってことですね。違いますあ、違いますね、はい、やっぱりやってる中 で、はい、僕も気づいてないところで、はいはいはい、まあ、肩甲骨が死ぬほど硬い、あ、胸筋も硬いし、はいはい、ふくらはぎも硬いし、はい、全部悪かったじゃないですか、はい、結局です、ね、結論としては、うんうん、まあ、まあ、その中で、はい、まあ、アプローチを、うん、まあ、どっからかけていったら最終的に、はい、まあ、原因発生している腰につながってくるのかなっていう、うん、はい、まあ、で、まあ、そういうストレッチを教えてもらって僕も自分の家で実際やってみて、はい、まあ、報告もちょいちょいやらせてもらったと思うんですけど、はい、やっぱ合う合わないが そうですね、あったと思うんですよね、はい、うんうん、で合わなかったら、はい、もうじゃあ他の方法でいきましょうっていう、はい、ちょっとその切り返しの速さ、あ、なるほど、はい、僕は個人的にすごく気に入ってます。なるほどね、切り返しの速さなんです、はい、切り返しの速さと、はい、あとアフターフォローですね。あ、なるほどですね、はいはいはい、そうなんですよね。で、まあ、実際ヘルニアだったじゃないですか。で、足のしびれとか、まあ、座ってると腰が痛いとかあったと思うんですけど、今それどうなんですか？そうですね、はい、結果が出始めたのがその、うん、まあ、1ヶ月過ぎたぐらいだったんですけど、はい、もうある日、まあ、座ってても無意識に、うん、まあ、デスクワークとかやってて、はい、まあ、ドラムもちょいちょい確認で行ってたんですけど、はい、まあ、終わった後の痛みとか、うんうん、はい、まあ、座りっぱなしの姿勢の痛みが出てないぞっていうのを途中で気づいて、うんうん、あ、治ってる、気づいたら治ってるみたいな。前みたいにその終わった後、その時はいいけど持続しないみたいなのは今じゃ大丈夫な状態ですね。そうですね、はいはい、ありがとうございます。まあ、本当今これ見てくださってる方で椎間板ヘルニア、まあ、ヘルニアじゃなくても普通に座骨神経痛とか腰痛で悩んでる方いっぱいいらっしゃってて、うちに来ようかなどうかなって悩んでる人たくさんいらっしゃるんですけど、ナベヤンさんからそういう悩んでる人たちに対して何かこう一言あれば最後お願いいたします。そうですね、いろんな整体院とかに、まあ、通われてて、うん、まあ、なかなか治らないよっていう
ことで、まあ、悩んでる方がいらっしゃったら、はい、多分松尾先生、うん、まあ、一人一人に合ったアプローチをしてくれる先生だと思いますので、はい、まず一度、まあ、LINE されてみて、うん、まあ、初心の2時間を受けてから、はい、まあ、判断されるのがいいんじゃないのかなと、はい、おすすめですね、そこは。恐縮です、ありがとうございます。はい、やっぱりそのしっかり最初の状態に見てくれるっていうのがすごい大事なのかな。結構何件も通ったんですけど、はい、ちょっとふっかさん来させてもらってそこは思いましたね。うん、なるほどですね、はい、まあ、初心がめちゃくちゃあの印象的だったなというところでしたね。はい、ありがとうございます。まあ、で繰り返しになるけど、これを見てくださってるあなたっていうのはきっといろんなところ行って、うん、もう私治らないんじゃないかなというふうに思ってると思うんですけど、本当治療って何でもいいんです、ストレッチでも何でもいいんですけど、どこをねやらないといけないのかをちゃんと見極めた上でやっていかないと、やっぱその場しのぎになってしまうっていうのがありますので、ぜひですねそういう先生っていうのを見つけていただいて、まあ、もし可能だったら福岡まで受けに来ていただけたらなというふうに思います。はい、そしたら鍋屋さん、今日は貴重なお時間いただいてありがとうございました。で、鍋屋さんがですねドラムやってるんですよ、皆さん。ドラマーです。今話題のドラマーですよ。はい、で YouTube のチャンネルも持ってらっしゃるってことですので、下の説明欄ですねの方に、チャンネル貼ってますので、まあ、ドラムをちょっと聞いてみたいなと思う方はそちらの方をクリックしてみて、チェックしてみてください。はい、何か一言あれば、まあ、はい、まあそんなプロってわけじゃないんですけど、はいはいはい、まあ、趣味で YouTube もやらせていただいて、はい、まあでも腰痛めてからもうずっと動画投稿もできてなくてです、うん、はいはいはい、まあ、これを機に治ってきたんで、ぜひ更新していただいて、はいはい、頑張っていきたいと思います。ですね、はい、すみません、今日はお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。